石原知事はシンガポールで開かれたアジア大都市ネットワークの総会に出席し、アジアが一丸となって地球の環境問題に取り組んでいこうと呼びかけました。シンガポールの名所の一つとなったあちらの施設で開かれている国際会議に石原知事が出席しています。このアジア大都市ネットワークは石原知事が提唱して始まり、アジアの首都クラスが共通の課題を話し合ったり、国を越えての政策提案をしています。今回はこれまでの11都市に加え、モンゴルのウランバートル市とロシアのトムスク州が加わりました。石原知事は国際的な取り組みが遅れる地球温暖化対策をアジアがリードすべきと話しました。途上国がどんどん充実して豊かになってくる、新しい開発がですね行われて新しい土地が誕生する、それに並行してですね、環境問題が非常に忘れられて、しかもそれが刻一刻悪化しているということを私たちは忘れちゃならないと思います。ロシアとですねモンゴルから新しい代表が加わってくださいました。私たちもっともっと広範囲にこのアジアというものを捉えてですね、世界で一番つまり可能性の残されているこのアジアというものの充実のためにお互いにいろいろ力を出し合ってきたものだと思います。続いて開催都市のシンガポールから都市開発と緑化政策の両立について発表がありました。シンガポールでは高層ビルの壁面緑化や植樹などを積極的に進めてきました。また29日には大型の都市型植物園もオープン。それらの結果、最近25年間で人口がおよそ2倍の500万人に増えた中で、緑化率は15ポイントアップのおよそ 50% を達成しました。都市の緑化は東京都も力を入れる政策の一つであり、石原知事も真剣な表情で発表を見つめていました。